安保小湊駅は、千葉県鴨川市内浦にある、東日本旅客鉄道外房線の駅である。旧安保郡小湊町の中心に位置し、日蓮州の大本山、小湊山誕生寺の最寄り駅でもあることから、観光需要もあり、特急、和菓子を一家の全列車が停車する。単式ホーム一面一線と島式ホーム一面二線の、計二面三線を有する地上駅。 安房鴨川駅管理の業務委託駅で、緑の窓口は2017年12月12日を、もって閉鎖された。簡易水下改札機設置駅。2010年2月10日より、外房線、PRC 型自動放送が導入された。2020年度の1日平均乗車人員は110人で、ある。JR 東日本及び、千葉県統計年間によると、 近年の1日平均乗車人員の推移は以下の通り。駅前正面からの風景小港漁港、タイの裏遊覧船乗り場小港山誕生寺周辺は、タイの裏や誕生寺、鴨川温泉郷など観光名所が集約しているため、お土産屋や宿泊施設が点在する。小港鉄道の社名は当地に由来し、小港鉄道線が当駅付近まで伸びる計画であったが、 昭和初期の金融強行で工事が中断し実現せず、1936年10月28日に免許が取り消された。また、小港鉄道線のいずれの駅からも連絡するバス路線はない。ただし、高速バスでは2013年の上記の東京駅方面への参入で乗り入れが実現した。特急、我が塩の隣の停車駅は列車記事を参照のこと。 ありがとうございます。